こんにちは。西岡澄子です。よろしくお願いします。はい、西岡澄子さんです。あの、実はこの間ね、私お仕事でちょっとテレビに出させていただいて、その時にあの初めましてでご一緒させていただいたんですけども、はい、で、あ、お会いして、あ、なんて素敵な方って、なんかイメージもね、チェンジされて。素敵な方だと思ったんですか？いや、だってもうこれしか知らないから。はい、SM時代ですね。はい、はい、ありがとうございます。だから、え、なんかすごい素敵と思って。ありがとうございます。収録終わった後に興味持っちゃって、はい、インスタを見たら、はい、なんともう一個のアカウントがあって。あ、そうです、そうです。何これっていう芸術活動されてたんですよ。芸術活動ですか？そう、芸術活動。いや、そんな感じじゃないですけど。いやいや、え、素敵ってなってて、はい、でもなんかすごいの作ってません？あの、野菜の飾り切りですよね。そう、カービングと言いますか。そうで、はい、なんかその、まあ、そういうのって、まあ、外国とかのやつでね、なんかちょっと不思議な切り方とか、中国とかなんか見たことあるんですけども、なんかああいうなんかフラワーアレンジメントみたいな。あ、そんな風に見えるんですか？デコレーションとかもすごく芸術的で、はいはい、あ、すっごい感性の方なんだと思って。あれ芸術的ですか？素晴らしい芸術作品なんですよ。皆さん見てください、ぜひ。じゃ、それをね、言ってるのはね、本当ね、美穂さんと美穂さんのマネージャーさんだけなんですよ。じゃ、他聞いたことないんですよ。だってあのね、インスタ2個やってるんですけど、普段の私生活を載っけてるインスタもそんなに人気ないんですよ。で、カービングだけのインスタなんて本当にフォローしてくださってる方本当にちょっとなんですよ。よく見つけたなと思って連絡いただいた時に、何なんだろうこの人たちと思って、逆にえって思って。いや、私がやりたいって大騒ぎしたんですよ。なんかそう細かいことされたりするんですか、もともと？そうなんです。細かいの結構手芸とか好きだったり、あとバスケット編んだりとか。美穂さんがどれぐらい器用か不器用か分かんなかったんで、今日何しようと思って、一番本当に誰でもできるやつやろうと思って、うんうん、あの今回玉ねぎ持ってきたんですけど、はいはい、玉ねぎね。これだと本当に誰でもできる赤玉ねぎの方が見やすいかなと思って。あ、なるほど。白でも同じなんですけど、うん、ちょっと私老眼が入ってるんで、ちょっと目が少々してるんで入ってくるよね。はいはい、だからちょっと色ついてる方がいいかなと思って。なるほど。だからちょっと簡単すぎるかも。いえいえ、あ、いや、わかんないです。やってみないと。やります？うん、やってみたい。じゃあやりましょう。早速なんですけど、うんうん、これ道具？そう、そうなんですよ。私が使ってるやつなんですけど、うん、これがカービングナイフなんですけど、うん、ね、これアマゾンですぐ買えるんですよ。アマゾンね、はい、初心者さん用、はい、アマゾンでカービングナイフで出てきます。出てきます、はい、で、これが、私が今使ってるやつなんですけど、なんかちょっとおしゃれじゃないですか、うん、本当はプロっぽい。そうなんですよ。もっと上手な人が使うんですけど、なんか私これでテンション上がるんで、じゃあこっち使うんですけど、ちょっと道具からね入りたいですよね。でも使いこなせてないです。そんな違うもの？違いは細かい彫り物していくと、曲線を彫るからこっちの方がね、ちょっとしなるんですよ。あ、本当だ、しなりが、はい、でもこっちは丈夫なんですよ。だからあんまりしならないんですよ。あ、っていうのと、あとなんか曲線描くときにこうやって転がしていけるんですけど、あ、こっちは転がせられない。そうなんですよ、っていうのもあって。でも別に曲線とかあんまできる人じゃないんで全然使いこなしてないんですけど、へ、なんとなくテンションが上がるからこっち使ってるっていうことなんですね。どれ使います？私これいきますけど、はい、これとこれは一緒です。で、初心者だからこれじゃない？じゃあ玉ねぎでいきますね、はい、玉ねぎを1個持って、1個持つ、はい、で、まず半分に切って、はい、普通にカットすれば大丈夫です。はい、ここなんかこうね、はい、もう半分にカットして、はい、このまま私ですか？はい、カットしてください。これを半分にカット、はい、あ、これが滑るってことか。そうそうそう、ああ、そうなんですよ。家でやりますよね、座りながらやって、はい、こうね、そうそうそう、はい、そしたらもういらない皮は剥いて、はい、剥く、はい、捨てちゃいます。あ、もうすごい玉ねぎの匂い。そうそう、もうね、なんかね、何個も作ってると部屋中の、痛くなってこないんですか？痛くなる。そうそう、それでもやってる。そう、ネギはね、そこなんですよ。ネギはそこ。でも飾り、このカービングは今日玉ねぎだけど、他にどんな野菜使うんですか？はい、何でもいけますね。人参とか、うん、大根とか、うん、なんか季節のもの使いますね。今だったら、かぼちゃとか。普通だったら、かぼちゃに目とか鼻とか描くじゃないですか。口とか。ハロウィン的な。そう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 。それをちょっとこう模様で彫ってみたりとかってすると結構楽しいかなって。あ、でもかぼちゃ難しそう。硬いから。そうでもない。柔らかい、コリンキーとか、あ、コリンキー、あとバターナッツとか使うと柔らかくいけます。なるほど。
でなんかそうだから、なんか私あんまり野菜食べる方じゃなかったんですけど、はい、その季節の野菜とかをカービングしたくて買うようになったんですよ、はい、それでなんか野菜も知ったし、はい、あとなんか買ったものは全部食べるから、はい、なんかね昔肌がめっちゃ荒れてたんですけど、なんかその野菜食べるようになって、野菜のおかげ？ちょっとマシになってきた。そっか。そうでも乾燥はね未だにひどいですね、なんか、この間のお仕洗いやってます？やってます。あれで、あ、あれでだいぶいい。あ、本当ですか？嬉しい。摩擦ゼロ洗顔っていうのを教えていただいたんですね、はいはい、そうでなんかできるだけその肌に負担をかけないようにって言って洗い方を教わったんですけど、ちはなんかちは摩擦をあのなんていうのかな、摩擦してないと思ってて、うん、したらしてるしてるってめっちゃ言うから、そこでちょっとね、ま、摩擦が起きたんですよ。そうそう、2人の間に摩擦が起きたんですよなんかあんな丁寧に教えていただいてるのに、うんうん、そうでもあれ以来だいぶいいです。はい、鼻2個できます。だからどっちか、そう、はい、好きな方、好きな方を使う、はい、で、上手な人はこうやってもやっていくんですけど、こっからいけないはずなんですか。そうだけど難しいから、これをこうやってこうちょっとなんかくゆませるっていうんですか、で抜きます。はい、そしたら抜けていくんで、はい、これ私コンタクトしてるからシミないんですけど、裸眼、はい、の人目すっごいシミそうですね。水中メガネとかすればいいのかな。すればいいかな。でもなんかね、私もやったことないですけど、うん、なんかね、ね、鼻にティッシュとか詰めた方が鼻から目にくるんだって。だから鼻にティッシュ詰めたら目痛くないっていう噂ですよ。でも、らしいらしい。家でこれカービングエレガンティッシュ。そうそうそう。あれこう抜けていくじゃないですか。はいはい。だからこう全部抜きます。あ、抜くんですか。一個一個全部。抜いてってカットしてった方が多分簡単。へー。あ、やっとやっといきました。やっと1個むけたかも、はい、これ全部バラバラにするってことですか。そう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 、はい、またこれも何層かあるのをむく。あ、でも芯はむけましたよ。むけました。あ、早っ、はい、あれ全然、ちょっと待って、この子が難しい。そう、あ、でもね、あのね、無理しなくて大丈夫です。え、むかないでも平気ってこと。うん、むか、ね、もう1個ぐらい、もう1個ぐらい抜けた方がいい。え、でも抜けなかったらもうそのままいきます。これのいいところは、うん、失敗しても雑にしても全部重ねたら鼻っぽくなるから大丈夫大丈夫。あと食べちゃえばいいしね、最後。え、そう、そうしたらもう見まったくないんで食べちゃえばいいよねって言ったら、もうなんかカービングしなくてもいいじゃんみたいな。あ、そっか、あ、そっか、雑だわあの、意外と私雑なんですよ。そう、でもね、意外じゃない。あ、本当？意外と。あ、分かっちゃった。この間のロケの時に、あ、すごい綺麗だけどなんかこう男っぽいっていうか、サバサバされてるなと思ってびっくりしました。しにゃしないっていうのがモットーなんですよえ、これも絶対取れないそうね、うん、そこがいけないのか。いや、ちょっと分かんない、やってみていいですか。はい、あ、抜けた抜けた。あ、そこが邪魔してたんだ。でもほら見て、これ綺麗に。いや、これ、うん、これ抜けた抜けた抜けました。でもなんかこういうの見てるだけでちょっとテンション上がります。なんかおい、抜けたぞ。あ、はいはい、はい、先生、はい、あ、ごめんなさい、はい、持ち方として、はい、この指で、ストッパーなんですよ、はい、これがないと力入って、なんか硬いものとかとこう手切っちゃったりするから、うん、ここで支えて切っていくんですけど、はい、イメージはイメージ外の、V を作ります。もうただ V を作っていくだけなんですけど、はい、その V が外の方が大きい V です、はい、でだん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 ちっちゃくなっていくから、あ、多分外からやって V に慣れていった方がいいかなと思うので、はい、外からいきます。じゃあまずお手本を、お願いします。で入れたら、うん、こうやって大きいじゃないですか。はい、入れて、こうやって。お、すごい。今下三角に切ってるだけです、いや、ここから難しいと思う。これをひたすら繰り返すだけです、はいはい、でもうここが一番大きい三角だから、うん、もう思い切っていって大丈夫です。ここからだんだん、細かい三角になってくる。でも形はもう全部これなんで、これができればもうこの花はもうできたも同然です。できたも同然、はい、簡単そうです。いや、すごいサクサクいってるから簡単そうに見えるけど、できるのできる。まずこれ1個目完成みたいな感じ。やってみましょう。必ず指を置いて、指を置いて、で、こう V を作る。薬指ね。そう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 、当てて、あとなんか私もできなくて教わるんですけど、なんか夢中になるとこのナイフがこういっちゃうんですよ、はいはい、じゃなくて必ず自分の前にで、回すならこっちを回していく。あ、なるほどなるほど。こっちでもいいし、はい、はい、いきます。はい、 V です。あ、 V になってないよ。全然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 、 V、
下まで行かないようにですよね、うん、そうそう、あ、やばい、浅いよね、もっと角度、全然気にしない、好み、好み、好み、うん、ちょっと待って、じゃあ好み、え、難しいですよ、合ってる、こうか、そうそう、そうそう、1個できた、こう、そう、あ、これを繰り返していく、あ、すごい上手、いや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 、上手上手、こう、そう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 、器用、いやいやいや、いけるいける、そう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 、あ、すごい、いやでもこれ結構このベースが意外とくにゅくにゅするから、そうそうそう、こうやってちょっとね、だからちゃんと薬指で支えて揺れないようにちゃんとちょっと形状を維持しながらやらないと、初めてやってそんなできるんですね、え、本当ですか、そう、しかもなんか均等の三角すごい上手、でも難しいですよ、美容家さんってすごいですね、いやいや1回でこんな、いや美容これ関係ないですよ、すごいな、だって三角がめっちゃ均等だもん、西岡さんは、うん、他になんか好きなこととか趣味とかあるんですか、マラソンぐらいかな、マラソン、そう、なんかフルマラソンが趣味で、へえ、10年ぐらいやってますかね、へえ、あ、そう、インドア派かと思いきやちゃんとそう運動もされるんですね、あ、ね、インドア派はね、正解、正解、うん、はい、なんかあんまり社交的じゃないんですよ、はい、だけど体を動かすのは好きで、はい、でなんか一人でできること、一人でできないの、マラソンは、あ、一人でできないんですか、そう、ね、なんかこうフルマラソンのタイムを出したかったり、はい、ベストを出したかったりするから、はい、なんかそういう速い人たちが仲間を呼んでなんかこう一緒に練習してくれるんですよ、あ、そう、だからもうそうするとどんどんタイムが伸びてくる、伸びていくし、なんか例えば100キロとかのウルトラマラソンとかに連れてってくれたりとかして、はい、なんかそのなんていうのかな、自分ができない経験ができたりするのが楽しかったりする、へえ、100キロなんて10時間ぐらい走るから、すごいですね、そうそう、根性ありますね、あ、でも、それが、一人で走らないから、はい、みんなで一緒に走ってくれるんで、はい、なんかちょっとなんていうのかな、観光ランみたいになるんですよね、100キロ走るだけの距離を取らなきゃいけないじゃないですか、だから結構田舎で行われることが多くて、はいはい、山を越えたりとかしながらみんなで走っていくんですよ、へー、だからその後になんかこう温泉入ったりとか ご当地のもの食べたりとかするのが、そこだけ参加したい、いいえちょっといいえちょっと違う、100キロ走ったからそのなんか全部デトックスできて、そこに入れていくご飯とかが美味しいのよ、そこだけ参加しますよ、いやだから、そんな細かくやるんだ、え、もう好みですよ、もう本当に、なるほど、はい、もう気にせずに好みです、これさっき玉ねぎの場合こうやって、うん、そう、全部一回剥いてからやるって言ったけど、剥かないでやる場合もあるんですか、このカット、うん、そう、なんか剥かない場合はこっちから始まってこう三角で切っていくんですよ、それはちょっと難しいですね、そうで最後にこれだと、いや、ね、なんかここの三角が一緒だと面白くないじゃないですか、はい、だからずらすんですよ、ずらせる方がいいですよね、でこうやって自分でずらしていけるじゃないですか、はい、これはこうやって掘った後にこうやってずらすんですよ、そうだからちょっと難しい、難しいし、そうそう、途中で失敗そうですね、そう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 、やっちゃって、そう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 、あ、なるほど、じゃあやっぱ剥いてからやった方が良さそうです ね、簡単かなと思って、うん、これもいくの、あ、それもね、うん、もう適当にちっちゃくこうやっていけば大丈夫、あ、この真ん中の子を無視して、うんとね、そう、最初は無視して無視して切っていく、で、はい、そう、やっぱ時間かかりますね、これ西岡さんもどんどんできてますけど、違うのよ、喋ってるから、私が喋りすぎなのか、そうか、美穂さんずっと喋ってるから、結構ね、黙ってらんない人なんですよ気遣いなんですね、あの人という時はね、結構喋ってるかもしれない、なるほど、うん、そういうことですね、うん、ちょっと手元に集中してください、はい、これはいらない、え、これはあってもなくても大丈夫、そうそう、いけば大丈夫、わ、細かいな、超綺麗、本当ですか、うん、すごいな、たまにこうやって割れちゃうのあるじゃないですか、はいはい、そしたらなんかこうやって出来上がったやつにこうやってこう、はい、例えばこうやってやったらとか可愛くないですか、あ、可愛い、そうそう、みたいにしても大丈夫、へー、そうそうそう、じゃあどうとでもなるって思えばいいんですね、なるなる、そう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 、気にしなくていい、うん、あと最後食べちゃうし、そう、え、じゃあ質問言ってもいいですか、うーん、来い、さあ来い、はい、はい、石岡さんというキャラクターに興味を持ったんですよ、嬉しい、どういう生活をしてるのかなとか、めっちゃ嬉しい、はい、でも基本は、社交的じゃないんで、はい、一人でいますよ、
人いつも大体そうですね。だからペットとかは飼ってないんですよ。ペットも飼ってない。そう、ペット飼ってます。あ、ペット猫飼ってます。あ、猫派犬派だったら猫派です。まあ、犬も飼ったことありますけど、はい、やっぱ猫の方がより好きですね。あ、そう、猫何がいいですか。うん、猫はしつこくないところ。あ、ツンデレか。はい、ツンデレ。私犬の方が好きなの。あ、もういつでも来てくれる方がいい。そう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 。なるほど。なんでなんでですか。男性のタイプは、男性のタイプ、西岡さんがグイグイ行く方なのか、あっちがどんどん押してくる方でついていくタイプなのか。なんかね、恋愛が遠すぎちゃって、え、記憶がちょっと遠すぎるんですか。そう、遠い遠い、ずっと恋愛してないから。えどうかな。どう、あ、でも、はい、あれです、グイグイ来てくれた方が楽かな。はい、あ、楽さで。うん、あ、やっぱその楽さかな。でも来ないけどな、誰も。だってでも恋愛をしたいとは思ってますか。いや、もうね、ちょっと本当にちょっと質問がグイグイすぎるよ。気になっちゃって。いや、なぜなら、この間お会いした時に、すごい綺麗って思ったから。え、うん、そうなんですよ。だから、え、独身なのってなって。独身ですよ。だから、ちょっと今後も多分、え、もったいないってなって。なりました。うん、めちゃくちゃ嬉しい。うん、だからなんか、なんか、いや、でも分かんないですけど、今46歳で、はい、女芸人で、はい、もっと SM でって言って、はい、じゃあ結婚する人ってちょっと重たくないですか。なかなか ここに来なくないですか。え、じゃあ SM 好きの人ってことかな。嫌です、こっちが嫌です。こっちが嫌です。誰でもいいってわけじゃないんだよ。そうですよね。そうですよ。できたかな。上手。どうですか。でもなんか この子がちゃんとちょっとはめてみようかな。いやいや、上手上手。でも、あと好きにずらして。好きにずらす。そう、なんとなくずらして。そうね、だから分かりました。その重ねてっちゃうから、こうやって割れたとしても別に大丈夫ってことですね。そう、うん、そう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 。重ねちゃえば分からない。仕上がりがもう美穂さんの方が全然上手。いや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 、マジでマジで。いやいや、この均等さ、やっぱ性格出ますね。あ、これがこうってことか。こうだ。綺麗、やば。そうだ。どうでしょう。そう、完成。すごい細かー。できた。やばい。初めて作ったとは思えないです。これをいくつも作る。いくつも作って、自分でこう、なんていうんですかね、こう飾ってもいいし、あとお鍋に入れてもいいしとか。いろんなバリエーションやってみたくなりました。すごい上手。あの、そんなに大掛かりな、その何時間もかけてとかじゃなくて、まあ、ちょっと暇つぶしにできるから、なんか もやもやした時とかに私やりたい。確かにね、あ、そうそう、頭の中がごちゃごちゃしてて、うん、うわーってなってる時にちょっと玉ねぎ出してきて、これをやったら一回落ち着きません。なんか無心になるかもしれない。うん、すごいおすすめ。そう、本当にね、 YouTube でやるよね。すごい回したよ今日。すごい回したよ。すごい回してましたね、このこれのために。そう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 、楽しかったですよね。はい、また呼んでください。はい、またぜひ YouTube 来てください。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。Cause right here